はい、ここが、実家の、洗面所ですね。三面鏡になってます。はい、じゃあちょっと、ここにね、お風呂があるんで、まず髪をね、濡らしていきたいと思います。はい、じゃあ今から、アイロンしていきます。顔までですね、まっすぐ、ピンと下ろしてしまうと前にこう、行ってしまうので、このフェイスラインに合わせてね、こうちょっと緩いカーブをかけてあげると、自然な、感じになると思います。はい、鉢周りの方こういう感じに、なりました。で次は、トップやっていきたいと思います。まあ、いつも言ってるんですけど、この中間から毛先にかけてこうカールさせるとこういう風に、なりますので、はい、根元でこうちょっと癖をねこうつけてあげるだけで立ちますんでね。であとはこの中間から毛先に対してこう曲げてあげればこう綺麗にカールするっていう、まあそういう感じです。とりあえず今ボリューム出すことに専念しましょう。で後からワックスやら何やらと、いろいろやってればだんだん、なんですかね、ボリュームを落としていけるんで。というわけでアイロン作業終わりにいたします。はい、じゃあメイボの、デザインキューブドライワックス、こちらを使ってセットをしていきたいと思います。まあ量はいつも言ってるんですけど、だいたい人差し指の、第一関節分くらい、これくらいですね、取って指先、それから指の間全部広めるようになじませましょう、手にしっかりね。そしたらですね、バックの方から持ってきます。後々も、やりづらくなってしまうので、でですね、こう掴みながら上に上げる感じですね。はい、これが、僕はいつもやってる、セット方法なんですけども、かなり、束感が出ますね。さっきねアイロンで内巻きで、形をつけておいたので、このワックスをねなじませるだけで形が出てくるんですね。はい、なんともうこれだけでも、まあ、だいぶ束感のある髪型にはなっていると思うんですけどね、後ろだけ見たらね。はい、
それはね、時間をかければ、筋盛りっぽくしてね、かなり束感を出すことはできるんですけども、とりあえずはね、もちろん、簡単に誰でもね、やりやすいようなセット方法をね、紹介しております。はい、まあ、後ろはこんな感じでいいと思います。じゃ次ですね、同じくらいの量を取ります。ちょっと待ってくださいね。で、同じくらいの量を取って、もう一回伸ばします。で、次はトップからですね。トップをこう巻いてあるので、それにね、流れに逆らわないように、こう、持っていくわけですね。指に引っ掛けて、指の間にワックスをつけたのでね、これを、利用して、こう、軽く滑らせてあげるといいますか、挟んで滑らす。まあ、アイロンと同じですね、要領は。はい。で、鉢回りは、こう、跡をつけた後に、こう、なじ、なんですか、潰すというんですかね、ちょっと言葉が出てこないんですけど。で、ちょっと今ね、ショートで中途半端な髪の長さなんで、ここは、半分後ろに持っていこうと思います。はい。それで、次、まあ、手に余っているのでね、前髪をね、分け目を作る人は、分け目をつけて、こう、タイトに、横はね、仕上げましょう。で、鉢回り。ですね、こう、内巻きの場合は、鼻に集中するようにね、こう持っていきます。なんで、ちょっと真ん中ボリューミーって感じですかね。真ん中ボリューミーで、サイドはちょっと控え、抑えめ、タイトめ。こういう髪型ですね。はい。で、束感を出したいときは、こう、ね、一本一本。束を作ればいいんですけども、僕の場合ちょっと面倒くさがり屋といいますか、面倒くさいんであまりやらないんですよね、いつも。はい、僕の動画をね見てくれてる人は分かると思うんですけど、面倒くさいんで束感は出してません。はい、で後ろに流したところも不自然にならないように、ここだけはちょっと、束をつけて、最後にですね、トップとバックのこの中間、このなんですかね、つむじ回りをちょっとくしゃくしゃっと握ってあげれば、なんですか、このトップとね、バックの、この割れ目といいますか、この辺が不自然にならないように、盛れるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ次はスプレーを作業していきますね。よっこいしょ。ちょっとスプレー、今ね、持ってくるの忘れちゃったんで、ですね、実家に、置いてあった適当なスプレー。何ですかね、これは。メンズスプレー。マンダムですか。随分、まあ、懐かしい響きのする商品でございますけど、何でもいいです、正直。ちょっと、だんだん束作るのがめんどくさくなってきましたね。束はね、いつも作んないんですけど、やっぱり時間かかりますね、束は。はい。なんで、まあ、ね、二次元のキャラをね、演じたいというような人なんかは、こういう風に作っていただければ、いいかなという風には思います。はい、じゃあ、完成ですかね、これで。じゃあ、ちょっと、ぐるりと。回ってみたいと思います。はい、というわけで、束感をね、出すヘアセット、結構簡単にできますね、早く。ただ、普通に盛るよりも、タバタバしてる髪型は時間がかかるという感じですかね。
容量は大体一緒なんで、ぜひ試してみてください。はい、この髪型はですね、束感を、強調させてほしいというリクエストに応えて、作った髪型なんですけどもね、一応制作時間の方で行っていきたいと思います。結構飛ばして、やっちゃったんでね、アイロンの方8分11秒、それからワックススプレーの工程が8分22秒、全部の工程合わせて16分33秒でしたね、このヘアセットは。まあ慣れてしまえば、10分弱、もうちょっと、上手い人がやれば10分かかんないくらいで、やってしまうような髪型ではあると思います。はい、ぜひ、セットのね、参考になればいいなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。